王は、中国戦国時代の伝才の、第六代の君主。聖は、しわた、いみなわち、仙王の子。仙王から継いだ権力を振るい、僧を滅ぼしつばめ、僧をせめて支配下に置いた。旗と共にに京時代を生み、東三門を名乗るが、縁の楽器に、聖が滅亡する寸前まで追い詰められ、最後は、その将軍の場に殺された。紀元前300年。 父である、先王が死去したため、後を継いで、聖の王となる。以下、王と記す。先王の葬儀について、祖神が盛大に行うべきと進言した。これは、この時すでに兄弟であった、聖の財力を疲弊させるためであった。その後祖神は死角に暗殺されるが、死ぬ間際に、王に死角をおびき出す手立てを授け、その通りに、 祖神の遺体を車先の刑に処し、祖神が、縁のために無本を企てたと述べたところ、資格が自主してきたためこれを捉えて処刑した。芝仙の、四季の記録、紀元前317年、僧を攻め、紀元前314年、縁が、最小の心これと、孔子職の内乱状態であることを聞きつけ、それに便乗して、縁を攻め、縁を、を打ち取り、 これをを追放し縁の領土を得る紀元前301年、旗と共に諏訪絵を打ち、紀元前299年、その将軍の党率いる軍勢を打ち破り、紀元前297年、父先王の代から最小を務める一族のも、将軍に命じて、藩、義と共に、旗を破り観古関戸籍で婦人、その間に長と共に、中山国を滅ぼした。 紀元前288年、王が東三角を称し、旗の将女王が西三角を称した。その時、蘇代が正に入り王に対し、今定位を称しても、各国は強大な心になびくだけなので、定位を称さずに王位を称して、血相を打てば名声が高まるでしょうと説いたため、東三角を称すのを止めた。紀元前286年、僧を滅ぼした。 この頃になると、正最大の支配地を得たため高慢になっていた、王は、孟将君を疎ましくなって、殺そうとしたため、紀元前284年、孟将君は儀に逃亡し、儀は、孟将君を最小として迎えた。祖は、国が裂かれ、朝、儀、藩、縁は領土を奪われ、四水沿岸の炉などの諸侯は事実上俗国になり、旗も、 生の兄弟化に危機感を抱き始めるなど、王は他国に大きく恨まれていた。特に不王を生に殺された、縁の将王は、恨みが高く、各国から人材を集め、生を攻めるため祖長義藩、旗と同盟を図っていた。紀元前284年、縁の学期が率いる5カ国の連合軍が生を攻め、祭は、墨西で打ち破られ、首都林氏も陥落し、 これまで蓄積した財宝、資材すべてをつばめに奪われる。それから、生の七十四の城を次々と落とされ、各城の大使が学期の勢いに驚き降伏してしまうほどであった。生は、最終的に、巨、即墨の二条だけを残すだけになった。王は、学期の軍勢に対し、二条で抵抗を続けるが、祖が援助に使わして将軍になっていた場によって、 殺されてしまう。その後、大殺害に起こった民衆により、馬が殺され、王の子の法将が擁立されて即位した。縁でも昭王が休止するなどの異変が起き、大使時代から学期を嫌う慶王が即位し、気候と交代を命じられたため、暗殺を恐れた学期が蝶に亡命。その隙にた一枝が、縁の軍勢を打ち破り、燕に奪われた七十余の城を奪い返す。だが、 生に、かつての繁栄はなく、旗の実が強大な戦力を保有し、旗の信仰を食い止める力は失われた。ありがとうございます。